ちは、木下ゆかです。今日はね、面白いものを見つけてきましたよ。じゃん、これです。おにぎり茶漬け。これはね、だから長谷園さんが今までお茶漬けを出したじゃないですか。これにおにぎりを入れろっていうことですね。お好みのおにぎりとお茶漬けの素をカップに開け、熱湯をカップの線まで注いで出来上がりですっていう、こういうちょっと革新的なものですよね。70円ぐらいあったんですよ。70円ぐらいでこれ中に入っているのはお茶漬けの素のみです。はい、いやまあでも革新的ですからね。はい、これはお茶漬けの素が入ってます。でこの中に私は今日セブンイレブンで鮭おにぎりを買ってきました。海苔がついてあっていいんやろうか。ちょっと作ってみましょう。これをこの中に入れると、そしてお茶漬けの素を入れると。何分待ってばいいん、これ分からん。そんな自由ですみたいな感じ。お茶漬けの素を待たんもんね。全然待たんでいいんやろこれ。はい、おにぎりとお茶漬けの素が入ってます。はい、じゃあね、お湯が沸きました。外にカップの線があります。いや、外にあったらわからないけど、すぐ文句ばっかり言ったらダメなんですよね、私は。あ、だいたいここにね、ここに線があるんですよ。だからこの辺までだいたい入れました。あ、お茶漬けのいい香りがしますね。はい、お茶漬けの中におにぎりが浮かびます。これをほぐしながら食べればいいのかな。でも値段的に言ったら200円ぐらい、200円かからんけど、それ近くかかっちゃうね。いや、文句言ったわけじゃないですよでも普通さ、インスタントでお茶漬けたまにあるけどさ、パラパラのお米じゃないですか。だからこれだったら新鮮なお茶漬けがご飯炊かなくても食べれるっていうことですよね。そうだ、はい、混ぜたらもうなんか普通のお茶漬けですね。鮭のおにぎりだったから鮭がゴロって浮かんでます。じゃあ食べてみます。美味しいです普通に美味しいですね。ごちそうさまでーす。うん、美味しかったです。普通に長谷園の素でお茶漬けを作るよりも、おにぎりの具が入っとるから、その分ちょっとなんか高級感のあるお茶漬けが食べれましたね。で、まあスープとおにぎりを買うって思ったら、時間のない人はこれで一気に食べられるし、いいような気がします。でもね、ちょっとね、お箸でこれを食べるのは食べにくい。こう普通だったらお椀だから食べやすいけど、こういうカップになってるからちょっとこうね、食べにくいんですよ。スプーンの方がいいのかな。うん、コンビニのね、人はもしかしたらスプーンをつけてあげた方が嬉しいかもしれないです。コンビニの店員さんに今アドバイスしたいませんよね。はい。しかもなんかね、お好みのおにぎりを作れるっていうのがいいですよね。明太子にしてもいいし、梅干しにしてもいいし、私は今日鮭だったけど、そこがね、いいですよね。白おむすびでもいいし、白おむすびだったらプレーンのやつを作れる。長谷さんの革新的な食べ物でしたね美味しかったです。またか、まあ、私普通にお茶漬けの素家で買えるからな。わざわざこれを買わないような気がしますでもあれ、一袋いらないわって、たまにでいいんだお茶漬けはっていう人にはいいですよね。で、あと外行っていきなり食べたいっていう人にもいいですよ。外におる時にお茶漬けが食べれるっていうのはね、いいですよね。飲みに行った帰りとかにちょっとまだ小腹が空いたなっていう時に、コンビニでおにぎりとこれを買ってお茶漬けでパッと食べれるけ、いいですよね。やっぱり一人暮らしの人にちょっと優しい気がします。あと、まあなんか奥さんの人がちょっと怖い人とかね、ちょっと作ってっていうのが嫌な人とかもいいですよね。はい、何の心配しとるんでしょうね本当にはい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。